はい、ということでこんにちは、山川聡輝です。今日は試合2日後ですね、2月の21日の10時半朝ね、撮影しているんですけれども、まずはブレイキングダウン7ご視聴ご声援いただきありがとうございました。こうね、2日経って改めてやっぱ思うのが、負けました。本当にね、悔しい。心の底から悔しいですね。なんかこう久々にこう圧倒的な敗北感というか、負けたって感じがするので、うん、悔しいなっていうふうに思いますね。気を負けだったわね。綺麗に負けたね。でもね、本当にちょうど最初ね、試合が始まって、まあもう本当に反省点としては入場からちょっと負けてたかなっていうふうに思って、なんかこう栃蔵選手の雰囲気に飲まれた感じがすごいするっていうか、もう会場の雰囲気全体が本当に栃蔵中心、栃蔵コールというか、ああいう感じにちょっと僕が飲まれた部分もあったなっていうふうに反省してます、はいはい、結構ね、まあ、緊張しいというか持ってかれちゃった部分があって、あそこからちょっと負けたかなっていうふうに思うんで、なんか僕も、ね、かっこいい入場とか考えようかなって思ってますいいじゃない、はい、で、まあ、本当に試合始まってやっぱりね、昨日も何回もね、見返してるんだけど、最初ゴングが鳴ってから最初のね、一発目は絶対にカウンター合わせてやろうって思ったから、最初、まあ、蹴りパンってきて、で、そこは見えて、もう殴って、あそこのね、一発で仕留められればよかったんだけど、どうしてもね、ちょっと向こうがバランスを崩すだけの殴りになっちゃって、で、まあそこでね、僕が結構深追いしちゃって、そうだね、この機をね、逃すわけにいかないと思って行って、まあ膝も合わせたところ、ちょうどね、膝パーンって行こうとしたところで、向こうのね、本当にうまいカウンターが、鋭いカウンターがね、パーンって入って、僕も見えてたらよかったんですけど、もう本当にちょっとあそこまで目が行ってなくて、自分の膝だけ見ちゃってる状態でもらっちゃったんで、まあ完璧に僕の負けですね、はい、っていう感じでした。はい、ということでね、まあやっぱりね、こう自分の中でも、まあ、Twitter でも書いたんですけど、別に特段俺はキャラが濃いとは思ってないんで、自分でね、まあみんなからどう映ってるかわかんないですけど、まあ、自分の価値は無敗であることと、面白い試合をすることが、まあ、一番の自分の存在いいかなというふうに思ってたんだけど、まあここでね、負けたということで、山川無敗伝説ストップという感じで、はい、ね、本当に結構ね、路頭に迷ってたというか、これから先どうしようかなってすごい悩んでたんですけど、なんか SNS を上げて、でやっぱりこうね、視聴してくださってる皆様がね、優しい声をかけてくれて、本当にすごい心が救われました。そうだね、みんな優しい言葉ばっかり、本当にありがとうございます。で、まあ今後のことについては、あの会場の時は結構ね、頭が回ってなくて、あんまり深く考えられてなかったんですけど、まあでもやっぱり格闘技はずっと続けたいっていうのがあって、ブレイキングダウンはもちろんこれからも応募し続けますし、まあ、今回の試合ね、結構栃蔵さんが成り上がりとか別の団体に出てくれたっていうのもあって、まあ栃蔵さんね、成り上がりでちょっと遅刻したりなんだりとかあって、バッシングされたりしましたけど、まあでもその注目度があったおかげで、僕と栃蔵さんの試合も結構見れてもらえたのかなっていう部分があるので、もうすごい感謝してますし、なんか僕自身もこうなんか他の団体、まあそれこそ成り上がりとか、それ以外にもいろいろと格闘技団体ってできてるじゃないですか。そうだね、まあその中で結果バトルワイヤーとかね、いろいろあるんで、まあブレイキングダウンはもちろん主軸に置いて出つつ、他の団体も出てみるのも悪くないのかなというふうに思ってて、試合の爆発踏んでどんどん強敵と試合して、でやっぱ強くなっていくっていうのが一番の、ファイターとしての、まあ、スキル向上にはなるのかなっていうふうに思ってるんで、を見据えながらやっていきたいなというふうに思っております。まあその他にも SNS 活動、やっぱブレイキングダウンは興行ですし、他のね団体も興行なんで、見てもらわないと意味がないわけですから、僕自身にこう価値がつくように
あのしっかりと YouTube だったりとか Twitter、Instagram、SNS いろんなものねちゃんとやってって僕が試合をするよって言ったら見てもらえるようなね、あの自分に価値づけをするのも自分の仕事だなと思ってるので今後ともね YouTube とかも頑張ってね楽しい動画いっぱい上げていくんで見てもらえたら嬉しいなと思います。お願いします。はい、ということでね、本当に今回ねブレイキングダウン7を試合するにあたって多くの方々のご支援をいただきながら、試合をすることができました、ということでねちょっとスポンサー紹介をさせていただこうかなというふうに思っております。はい、ということでねまず一番最初なんですけれども、僕のメインスポンサーを務めてくださってます、愛知産業株式会社様ですね。はい、僕がブレイキングダウン4に出てから連絡をくれてで5、6、7と今回までね、スポンサーをついてくださってるんですけれども年間スポンサーでついてくださいまして、まあ、塗り壁とかあの壁塗ったりとかいろいろとね、放置関係のことをメインに取り扱っている会社で、で本当ブレイキングダウン4からお世話になっている会社様ですごいねよくしていただいてて、もう本当に僕は IB 産業様のおかげで今こういう風に活動ができているのでめちゃめちゃねお世話になってて、ほう、はい、お世話になっております。ありがとうございます。はい、本当にありがとうございます。これからも、よろしくお願いいたします。はい、で次、カメロパードさん、洋服のねブランドなんですけれども、ドゥドゥン、あ、こちらの可愛いお洋服もカメロパードさんのお洋服で、ほらこんな感じでめっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。そう、素材もねなんかこう肉厚、肉厚っていう肉厚でもないんだけど、ちょあの程よい肉厚さとこのストレッチ性がありまして、非常にね僕も好きな素材というか非常に好きな質感のお洋服をたくさん作っていたりしますので、ぜひチェックしてもらえれば嬉しいなというふうに思います。なんか色合いとか可愛くない？可愛い、刺繍でね、刺繍もちゃんとしっかりしてるし、めちゃめちゃいいお洋服だなというふうに思います。はい、とても着てるブランドなのでぜひ買ってみてもらえれば嬉しいなというふうに思います。カメロパーロさんのお洋服は、概要欄にホームページなども貼ってありますのでぜひチェックしてみてください。はい、次、元祖名古屋中華リュウミさんですね。ホームページもこんな感じであってね、美味しそうなご飯がいっぱいあるんですけれども、全国東京と名古屋にね9店舗ぐらいの店があるというところで、コスパ最強でとても美味しい料理を出しているっていうところで、リュウミさんの社長さんが僕と同じジムに行ってて、ちょっと交流がありまして、今回スポンサーついていただけるというところで、お話をさせていただいて、で今回ついていただきました。本当にありがとうございます。今度ね旅に行きたいなというふうに思っております。はい、はい、次、銀座 TA クリニック山田まりえ先生ですね。ありがとうございます。ほうほう、いや本当にまりえ先生にはねお世話になっていて、僕の肌治療だったりとか、あとは、肌ね引き上げても顔引き上げてもらったりとか、全身いろいろとメンテナンスをやってくれるので、銀座 TA クリニックまりえ先生のところに行ってくれる方は本当にねイケメンと美女が勢揃いというか、もう行く人行く人ねみんなねイケメンですし、クリニックの中もねすごい綺麗で、マリア先生も優しくカウンセリングしてくれて、僕にとってね最適な提案をしてくれて、非常にいつもお世話になっております。今度ねぜひ行かせてくれたら嬉しいなと思います。銀座の、TA クリニック山田マリア先生が、僕と交流ありまして今回お話しさせていただいてついてくださいました。ありがとうございます。はい、次なんですけれども、アコインクさん、ポコネコカフェとかをやっているところで、ポコネコカフェ以外にも、また別事業をやっていたりするんですけれども、可愛いね、ポネコちゃんたちを見てもらえたら嬉しいなっていうふうに思うんですけど、癒されますよね。猫ちゃんいいね。俺も実家に一匹拾ってきた猫飼ってますけど。あ、そうなんだ。そうそうそう、やっぱね、可愛いよね、猫ちゃんは。ここの、社長さん、代表さんと、Twitter で、ご連絡をいただきまして、でちょっとねお話をさせていただいて、本当にスポンサーついていただけるよっていうところで、はい、今回ねついていただいて、前回もついていただいて本当にありがとうございます。これからもね、頑張って結果で恩返しできるように頑張りたいので、ぜひよろしくお願いいたします。次なんですけれども、ジャパンアイドルスーパーライブ2022って書いてありますけど、2022じゃなくて2020、今3年ですけども、ジャパンスーパーアイドルさんですね。名前の通り
あの日本のスーパーアイドルたち、まあもう言ったらね、新宿のさアイドル劇場とかあるじゃない、うんうん、ああいうところで対バンいっぱいしたりとか、うん、劇場でアイドルのライブ見れたりとか、そういうのをやっている会社さんで、あの実はですね、あの昨日社長さんにもお会いさせていただいて、あの直接頑張ってくださいというメッセージをいただきました。本当にね、ブレイキングダウン6の時もね、スポンサーついていただいて本当にありがとうございます。はい、次なんですけれども、タロシンゴさんのラブチューブというところで、前回もねついていただいて、今回もまたね引き続きついていただいたんですけれども、僕ブレイキングダウン7じゃなくて6の時に、本当10日前ぐらいに、あの階段で捻挫をしたんですよ。結構痛めてたんですけど、あの慎吾さんにね、あの相談したところ、うちで治療してあげるよって言ってくれて、本当に優しくね、あの治療してくださって、本当に慎吾さんのおかげで僕はシックスの時は試合できたなっていうふうに思ってるんで。そうだった。そうなんですよ。もう全身ね、やっぱこう超プロ級の整体師なんで、どこかね体に不具合があったりとか、なんかちょっと体だるいな、重いなっていう時は、ぜひ慎吾さんに連絡取ってもらえれば嬉しいかなというふうに思います。まあただね、あまりにも大人気なんで、まあ予約取れるのがいつになるかは分かりませんが、一度でもね慎吾さんに見てもらいたいよっていう方は、ぜひご連絡してみるのもありなんじゃないでしょうかね。慎吾さん本当に会場に来てくれてたみたいで、本当に応援ありがとうございます。はい、お次なんですけれども、はい、私がね現在所属しているホストクラブ、トップランディ、本当に日本一のホストクラブだと思います。ホストクラブ業界最高の、売り上げを叩き出したりとか、もう本当にね、もう業界を牽引する素晴らしいお店で、今僕はね働かせてもらってるんですけれども、まあね本当に前回もついていただいて、今回もまたねあのつかせていただいたんですけれども、まあ一時期ね悪く言ってすいませんでした。そうね。毎回これ言ってるわ、毎回言ってますけど、あの本当にねトップランディさんにもお世話になってますし。もうキャストの方々もみんな優しくて、もう僕をね最初から受け入れてくれて、よく頑張ったなっていう風に言ってくれて、非常にね温かい空間だなっていう風に僕は思ってます。本当に温かく受け入れてくれた、うん、人たちで、今回のねスポンサーについていただきました。本当にありがとうございます、ね、今後ともぜひ仲良くさせていただければ嬉しいなと思っております。はい、という感じでね、本当に多くのスポンサー様がついていただいたおかげで、僕はね今回また試合に出させていただくことができました。その他ね、僕と一緒に練習をしてくださった方や、カメラを回してくれる彼女とか、はい、本当にね多くの方々の支えがあって、僕は今回試合することができました。本当にねありがとうございます。まあね今回は負けてしまったんですけれども、本当にね応援してくださる方には結果ね恩返しできるような、そんな人間になりたいなと思っていますので、今後ともねぜひよろしくお願いしたいなというふうに思っております。今回はね本当にもうね本当にね練習にずっと時間を使ったんで、なかなかね SNS で募集とかしなかったんですよ。本当に、ね、僕の知り合い本当に限られた人たちだけに自分からお声掛けさせてもらって、スポンサーしていただけないですかっていう話を持ちかけて、でいいよって快く言ってくださった方々だけついてくださってますので、一生僕にとっては大事な方々というか、頭が上がらないなというふうに思っております。今後ともぜひよろしくお願いいたします。はい、という感じでね、まあ軽く僕の今後だったりとか、スポンサー様紹介をさせていただいたんですけれども、まあ改めてね、ブレイキングダウン7が終わって、やっぱこう初めて負けたので、昨日とかね本当にこの先どうしようってすごい悩んでたんですけど、まあ本当にこれはね見てくださってる視聴者様の温かいコメントのおかげでまた頑張ろうかなと、再起しようかなっていうね気持ちが今湧き上がってるので、また地道にねゼロからですけど、1から練習どん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 積み上げてって、まあ、結果ね、本当もっと強くなってリベンジすればいいですし、またどんどんね上の人たち倒していけばいいですし、自分自身が実力つければ過去の1敗とか2敗とかってのも、まあ、逆にね味のあるストーリーになれるんじゃないかなっていうふうに、今考えてますんで、ぜひ今後ともね頑張っていきます、はい、でぜひ見てもらえると非常に嬉しく思います。 YouTube をね登録してくださってる3万人の方々も本当にありがとう。ありがとうございます。はい、これからも頑張っていきます。本当に、ブレイキングダウン7ありがとうございました。ということで、まあこんな感じでね取り急ぎ動画を終わらせていただきたいなというふうに思います。はい、それではまた。
次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。